とんかつ弁当ジャンボ、でかそうですね。気になるところですけどね。まあ先のところで、ただフリー Wi-Fi でね、データもいろいろ遅れたんでね、よしよしよしと。じゃあせっかくですし、じゃあ上田駅に行くと言ってたのを福島駅の駅間散歩とかに変えてね、初めからここが目的地だったはずなんですよね。阪神電車で乗ってみましょう。初めからそういう予定だったってことにしておきましょう。よしよしよし。なんか地下鉄みたいですね、こうやって行くと。エレベーターもあるんや。結構毎回ちゃんと設置してた感じですね。でもこっちは綺麗、めっちゃ綺麗やん。綺麗な駅です。三宮とかにも行けますからね、当たり前ですけどね。阪神線でここね、こっちは海田の方のがなんかキョロって感じですけどね。でチャージだけとか。さあじゃあ海田まで一駅ですけどね、まあせっかくですからちょっと乗ってみましょうか。よっしゃ、行った。これは何、乗り越し生産がね。あ、そうか、無人駅すごい。友人だった感はすごいですけどね、今は無人駅なんですよね。よいしょ。で梅田方面ね、一息だけですけど、まあせっかくですからね、一駅ちょっと阪神にもね、貢献しとかんとね。あ、一番端っこなんや、こっちが梅田より。あ、もう電車が通過するんや。停車します。あ、こっちにもこうやんねや、あらかじめね。やっぱ福島でいいんですね。 JR 福島駅、 JR 新福島駅とか近くで、本数はまあ10分に1本はありますもんね。普通列車だけなんかな。あ、種別が書いてないな。まあまあ何せ1駅しかないから別に解読してもないでしょうからね。これは何なん、なんで富士山、いやこれは突っ込み待ちでしょ。そう大阪の人はね、ねボケてきたらやっぱ突っ込まなあかんけどね、これマナーですからね、大阪の、ね、そうこの辺りだったら来るでしょ。もう言っとるうちに来るんかな。この辺りは福島区なんですね。なにわ筋、ホテル阪神。通過列車が多いな、やっぱし。見るのもいいですね。よいしょ。
あ、で次が普通梅田行きになりましたね。前の駅